グッドモーニング YouTube。 今日は、女子医大本院の吉田彩乃先生から、月1エコーの時間、早いですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日タイトル AR としておきながら、少しニッチなお話かもしれないですけど、お付き合いください。CBIRに関してなんですけれども、基本的にはこれ EF60% 以上と、未満とで比べられてよく見られた、結構すみません、ちょっとこれ間違えました、かなり古い論文なんですけれども、やはり EF が悪い方が、CBIR の予後は悪いというふうに言われています。こちらはどこでも使われている、オペのガイドラインになりますけど、もちろん有症候性の場合はすぐにオペのクラス1適用になりますけど、無症候性の場合は、EF50% 未満になっている、レフですね、レフというか、PEF じゃない患者さんはクラス1適用にはなってますけれども、それ以外の EF50% を切っている人に関しては、それぞれいろんなパラメータを見ながら、AVR の、適用が決まってきているというのが、今のガイドラインになります。ただ、無症候性で EF が落ちている人でも、やはり早めに手術をした方がいいんじゃないかというのは少し言われてきていて、これはHFpEF、EF50% 以上の症例で、検討した、論文から持ってきてますけれども、グレード3以上の AR、モデシビ以上の AR で手術をした群としてない群と比較すると、やはりしてない群の方が予後が悪いと言われています。で、各パラメータごとでもいろいろ検討されているんですけれども、このですね、ESDI、皆さん多分よく使う DS、収縮末期計を、体表面積で割った数字 2.0 をよりも大きくなってくると、急激にも死亡リスクが上がってくるっていうふうな結果も得られていて、ガイドラインでは ESDI25 が一つカットオフ基準になっていて、ここでカットオフするのはちょっと遅い可能性もあります。かつですね、今の現在のガイドライン EF を除くと、全部ある K だけでいろいろ基準が決められていっているのが現状になっています。ただですね、差出が大きくなって、リモデリングが進んで差出が大きくなってくると、これそのいわゆる K、DD とか DS と言われるものと容量、拡張末期容量、収縮末期容量の、それぞれ比較されてるんですけれども、差出計が大きくなっていくほど、その容量との差が広がっていくっていうふうに、乖離が生じてくるっていうふうに言われていて、 AR の症例で差出が大きくなってくると、その K だけで物事を話してはいけないんじゃないかっていうふうな可能性も出てきているというふうに言われています。で、過去にですね、その差出 ESV、 いわゆるさ、収縮末期容量で、45をカットオフにして、2群に分けて評価されたものに関しても、 CBIR の場合やはり容量が、大きい方が予後が悪いというふうに、心血管イベントが多いというふうにされています。で、実際の EF、多分大学に、皆さん大学って回ったので、ご存知だと思うんですけれども、今、オーソドックスに測られているのが、このバイプレーンのディスクサメンション法、いわゆるモディファイドシンプソン法と言われて、4チャンバー、四空断面像と二空断面像を用いて、心筋をトレース囲っていって、EF を出すっていう方法が、多く使われているんですけれども、それとは他に、このある1ポイントを線で切って、M モードを使った EF の方法っていうのもあったりとか。で、ここ、結局 DS はこの1箇所、この内側のところが収縮末期計になるんですけれども、ESV っていうのはこうやって 2段面を囲って出すっていうところに違いがあって、やはり心臓は球体ですので、この1断面だけでの評価は不十分じゃないかっていうふうには言われています。で、やはり最近画質も進歩してきていて、もちろんこの絵を出す技術っていうのはもうそれぞれ個々が習得していくしかないんですけれども、エコーの画像自体は、かなり進歩してきているので、今後はやはりそこら辺も、考慮していく必要があるのではないかっていうところで、
今回の論文が、今回の研究が行われています。無症候性 AR、まあ、シビア AR において、差出容積を用い、差出容量ですね、ごめんなさい、容量を用いて、予後予測値を分析して、まあ、実際現在用いられているパラメータと比較して、比較するというふうな目的で今回の研究が行われています。情報法としては後ろ向き研究で2004年1月から2019年4月が、期間に登録されていますけれども、18歳以上のモデレートシビア以上の AR の症例が、対象となっています。まあ、除外基準としては、まあ、症状が、典型的な症状がある人、あとは、AR のモデレート以上の MR、MSAS がある症例だったり、僧帽弁、大動脈弁の手術歴がある人、先天心とかですね、まあ、急性の AR というところは除外されていて、あとは、ベースラインのエコーから2ヶ月以内に大動脈弁手術が執行された症例も除かれています。プライマリーエンドポイントとしては全死亡、セカンダリーエンドポイントは全死亡と大動脈弁手術というところがセカンダリーエンドポイントになっています。じゃあこれ本当にAAE に伴う、もう、なんていうか、アイソレイテッドな AR のみってことなんですね。そうですね。AAE だけかって言われると、その難しいんですけど、なんか、その、実際やってて、なんで AR がこんな起きてるんだろうっていう症例もたまにいて、まあ、そこら辺も含まれてます。実際に、後で出すんですけど、バイカスピットの割合も少なかったり、ちょっと条項とかはわかんないんですけれども、AAE だけかと言われると難しいですけど、まあ、ただ純粋にその乖離とかそういうところは含まれてないので、まあ、自然経過の中で慢性的にできてきた AR っていうのが一応対象にはなっています。今後ですね、いっぱい単語が出てくるので、まあ、リニア EF、 ボリューム EF、 あとはESDI がさっきお話しした、LVDS、よく DS っていうものを体表面積で割ったもの。あと ESV、収縮巻き容量を、容積を体表面積で割ったもの。で、ちょっと前後しますけど、ごめんなさい。一応先ほどお示ししたように、リニア LVF っていうのがここの、直線上、長軸を直線で切ったところの M モードで計測された EF がリニア EF。あとは、2段面使った、いわゆるモディファイドシンプソン法で、ボール LVF っていうふうにここでは記載されています。ちょっと先ほど戻りますけれども、と一つカットオフ値が、過去の論文とか研究をもとに、設定されていて、 ESDI20、 ESVI が45っていうところをカットオフ値にして、いくつか比較された、ものもあります。でベースラインのキャラクタリスティックスですけれども、まあ、合計492人が登録されていて、まあ、平均は60歳で、男性の割合が、まあ、86% を占めるっていう風な形で、先ほども言ったように ESVI 45を1つカットオフ値にして2群を比較すると、45より大きい症例はより若くて男性が多いという風な結果になりました。で、先ほどもちらっと言ったんですけど、バイカスピードの割合は、37%、まあ、これがいわゆる先天、まあ、ちょっと多少先天心と言われるとそうなんですけど、まあ、バイカスピードがこれくらい含まれてて、ただ2群間には、差はありませんでした。で、以降のパラメータに関しては、ESVA が45を超えたこちらの方ですね、の方がより、まあ、もちろん差出も大きくて、差防も大きいというふうな、形になっています。と AR に関しては、ちょっとここにちらっとシビアの基準値書いてるんですけれども、ESVI が45超える症例の方が、まあ、より AR の程度はグレードは悪くって、まあ、シビアの割合も多かったというふうな結果になっています。まずは、エコーパラメーターごとの比較、その、もともと用いられているものと今回使った容積、まあ、容量っていうところでの比較になってるんですけど、ちょっと私も解析方法はあまり詳しくちょっと分かってないところあるんですけど、このいわゆる K で示された ESDI と ESVI の間には、まあ、ちょっと R 0.56 なので中等度の相関関係があるというふうな結果にはなっています。で、それぞれこの ESDI、あとですね、ごめんなさい、ちょっと
あの図にはなってないんですけど、 EF に関しては、リニア EF と、ボリューム EF はもう、こちらと同様に中等度の相関関係があるというふうな結果には文章中に記載されてました。で、こちらのそれぞれ、ESVI と ESDI を年齢との相関関係について調べられてるんですけれども、ESDI は年齢が高齢になっても若くてもあまり、特に関連しないのに対して ESVI は年齢が、大きくなると小さくなっていくというふうな相関関係があるというふうな結果になっていました。で、ここから手術に行った症例に関してなんですけど、全体登録された492人のうち、トータル 24.6% の121人が手術に行っていて、手術に行くまでの期間平均期間としては 13.5 ヶ月が上値になっています。そのうち70症例はクラス1適用とは、クラス2適用で32症例が含まれていて、残り、臨床的に判断されて19症例は、オペに行っています。で、この結果をもとに、実際10年で見たとき手術に至る症例はだいたいシビアIRの場合 32% という予測されていて、で ESVI で比較でカットオフ値で分けて比較してみると、やはり ESVI が45を超えている方がより優位に、手術に行く割合が多いというような結果になっています。また予後というところで見られたものですけど、フォローの中央値が2019年11月時点で 5.4% で、ここでフォローアップは一応 100% できているというふうな結果でした。で、全体の死亡は83人、そのうち、17人は AVR 後の死亡になっています。で、プライマリーエンドポイントの全死亡に関して、それぞれの項目で単変量解析を行われてますけれども、ここの EF、2つ EF ですね、と ESVI に関しては単変量で良い差が出ていて、でただ、ESDI と、この拡張器の方もちょっと見られてるんですけど、EDVI に関しては、傾向がある程度にとどまるっていうふうな結果になっていました。で、単変量解析、なぜか全部かまとめて単変量解析を行われてるんですけど、全死亡においては、この EDVI を除くすべての項目で、ESDI に、ごめんなさい、はい、除いてますね、ごめんなさい。3つの項目で、関連子として、ごめんなさい、すべてですね、すべてにおいて、一応関連があるというふうな結果になっています。で、年齢と性別で調整して、すべてのパラメータにおいて、それぞれおのおの見られてますけれども、こちらがリニアの LVF、ボリュームの LVF、あと ESDI、ESVI、すべてにおいて死亡と相関関係があって、で数値としては EF60% を超えると、EF60% より悪くなると、死亡率が高くなってくると。で、ESVI40 から45を超えてくると、やはり死亡のリスクが高くなってくるというふうな結果になっていました。で、最初に方法のところでお示したカットオフ値、ESVI45、ESDI20 を、カットオフ値にして、比較、2群化に分けて比較すると、ESVI45 以上の方が、やはり、予後っていうところに関しては悪くなってきて、ただ、ESDI20 でカットオフすると、それに関しては、予後との強力な相関関係は見られないというふうな結果でした。大きい人、ESDI20 より大きい人、両方含めて評価すると、やはり、予後が悪い。と、大動脈弁置換と、置換または、それプラス、死亡っていう二次エンドポイントに関しては、5つの項目、5つのエコーのパラメータすべて独立した関連を示しているというふうな結果になりました。ディスカッションです。ごめんなさい。ちょっと、無症候性の、ちょっとごめんなさい。一番目は私、
間違えて書いてましたけど、すいません。LVSVI は年齢と逆相関してましたけれども、ESDI は年齢との関連はないというふうな結果で、あと、もともと使われている、まあ、リニアの LVF、ESDI、まあ、ここ K っていうところを見るところに加えて、まあ、容量っていうところで見た ESVI、ボリュームの LVF に関しては独立した脂肪との関連因子でした。で、EF が 60% 超えたところ、あと EDI が、あ、ごめんなさい、EF が 60% 未満。で、EDI が、ちょっと私いくつかごめんなさい、DSI ですね。LV、DSI が21から22を超えたところ。で、ESVI が40から45を超えると、死亡リスクが上昇する。で、過当不調を定めて死亡リスクの検討を行うと、ESVI 45を超えるっていうところの一つ、この過当不調で死亡のリスクの増加を認めるというふうな結果になりました。で、4つの差出のパラメータすべてが、死亡または二次エンドポイントとの関連がそれぞれに認められていて、特に、ESVI45 より大きいというところは死亡リスクと強く関連してましたけれども、ESDI20 を超えるというところに関しては関連が、見られなかったというふうな結果です。まあ、そこから、まあ、ESDI と比較すると、ESVI、いわゆるボリューム使った方が、よりリスク予測には優れている可能性があるというふうには考えられますけれども、年齢との相関関係があったりとかして、すること、あとは画質に依存するっていうところもあって、やはり2つ併用して今後方針決定を行う方がいいんじゃないかというふうにも考えられています。で、結論ですけれども、無症候性の有意な AR において、ESVI だったりボリューム使った LVF はこれまで使用してきた、まあ、直線上の計測値と同様に全脂肪において独立した強力な関連が示されました。 EF が 60%、あと EDI21 から22、ESVI40 から45っていうところを基準に、まあ、それよりも状況が悪くなると、やはり死亡リスクが上昇する。特に ESVI45 っていうところに関しては、死亡に関連する強力な値なのではないかというふうな結論になっています。で、今回の結果から ESVI だったり、ボリュームの EF っていうところも、性が今後出てくるというふうに結論付けられています。で、さらにちょっと違う論文もさからもなんですけど、今、まあ、GLS っていうスペックルトラッキング法っていうですね、ちょっと聞き慣れないかもしれないんですけれども、まあ、各、とか、チューブとか、それぞれの場所ごとに心筋細胞を追跡して、で、まあ、心筋の歪みを測定する方法っていうのが、まあ、今結構流行ってきているというか、よく使われていて、壁運動の以上の定量評価が可能っていうふうに言われていて、かつですね、心不全の予後予測だったり、あるいは、まあ、心筋症の早期の心筋障害の検出にこれ非常に有用とされていて、最近ではよくエコーの世界では使われているものですけども、まあ、こういうのでも見られたものもありますけれども、実際 AIると GLS を用いて予後比較したものとかでと、GLS がまあ悪い方がもちろん予後悪いですし、かつですね、 GLS が悪いものと手術したしないっていうところを比較したものが、ごめんなさい、こちらになるんですけれども、ここですね、これに関しては GLS が悪くてかつ手術をしない症例っていうのが、まあ、優位に予後が悪くって、こういう GLS っていうところも今後、まあ、普及してくると、使われてくるのではないかというふうに思われています。ちょっとなかなか取り留めなくなりましたけど、以上です。はい、ありがとうございました。今日は、まあ、AR に関して、後ろ向きですかね。後ろ向きですね。で、まあ、LVEF、まあ、ボリュームを使った評価で、LVESV ですかね、45をカットオフとしたときに、まあ、2群で分けると、どうもそれを超えてくる人っていうのは、予後が悪そうということで、まあ、普段よく、一般的に行われているディメンジョンというか、ラインでやるやつに比較して、まあ、ボリュームがいいかもっていうところなんですけど、ちょっとそのボリュームの方がいいとまでは言いにくいですか、ね、そう、言いにくいところはあると思うんですよね、やっぱり。そのまあ、いいっていうか、そうですね、うん、相関関係があるっていうか、どっちがいいかって言われると、まあ、ね、まあ、難しいところもあったり、やっぱりその、どこの病院でも簡単にできるかって言われると、まあ、まだ難しいところもあるから、
まあ、両方併用するのが一番いいですよっていうのが結局の結論なのかなっては思ったんですけれども。わかりました。あとちょっと入場先生途中おっしゃってましたけど、そのアッセンディングアオルタの拡大はこれ除外ってあるんですかね。ちょっと除外はしてないです。除外はしてないんですよね、はい、もちろん AE も含まれていて、ただそのバックグラウンドのに関しては細かくは見られてなかったので、全部が全部 AE かと言われるとちょっとそこは分かんないっていうところにはなります。ちょっと情報の系とかはなんか一応この下の方にちょっと書いてあるですね。でそんなになんか、まあ、多少大きいは大きいかなっていうところは確かにあります。40っていう、まあそうですね、バルサルバケ40キーは大きいのかなって思います。ありがとうございます。フロアの方からはいかがですか。 AR っていうことで弁膜症ですけど、足尾谷先生どうですか。 ありがとうございます。面白かったです。ちょっと前提の確認なんですけど、この研究ってモデレートの AR の人で入ってるんですか。ですね、モデレートシビア異常って言われていて、だからその完全にモデレートだけっていう人が入ってるわけじゃないんですけど、ですね、多分グレード3って言われるものが含まれ、すごくシビア異常っていうわけじゃなくてモデレートシビア異常っていうふうに記載されてたんですよね。で 3度か4度ってことですか。そうですね、3度か4度っていうところです。ありました。あと、この ESD って、まあ、普段使いますけど、これって結局容量負荷を見てるんですか。どうして ESD が拡大するんだろうっていうのがちょっと昔から思ってたんですけど、AR になると、AR になるとその ESD がそのまあ鋭敏な指標になる理由っていうのは何なんだろうなと思いまして。逆に、まあ、容量負荷と圧負荷両方かかってくると思うんですけど、やはり逆流量が大きいとことで拡大してくるっていうところと、まあ、それによって圧もかかってきて差出自体が大きくなってくるっていうところかなと思うんですけど、あともしじゃあ容量負荷だとすると、連合弁膜症で MR とかがあると結構この指標って難しくなってくると思うんですけど、確かにそうですね。そのMR に関しても、それは確かにあるとは思うんですけど、連合弁膜症の場合、そうですね。ちょっとまあ確かにちょっと難しい話にはなってくるかな。なんか特に MR とかだと、両方とも容量負荷になるんで、ESD 拡大しやすくなるかなっていつも思ってたんですけど。容量負荷の、MR がある方が拡大しやすいってことですか。MR の、オペの指標にも ESD 使われると思うんですけど、なんでそういう、まあ、MRAR とかがあると結構そこら辺の評価って使えるのかなっていうのが。その連合弁膜症になった場合ってことです。そうです。例えば AR モデレート、MR モデレートで ESD オペの指標に使っていいかっていう。確かにモデレートって今回結局 AR もAR モデレートだけっていう場合でも、やっぱりそのどこを基準にしたらいいかってかなり難しくなっていて、かつやっぱり両方ってなってくると、かなり確かに難しい。これっていう、ここっていう、そのきっちりしたものだけで決めていくっていうのは非常に難しいのかなと思います。ありました、ありがとうございます。 AR にしても MR にしてもどっちにしろ ESV は大きくなりますよね。大きくなります。だからまあ、ね、例えばそのどっち反映してるとか、まあそれはそうですね。そう、モデレートだけどどこで、ちなみに大きくなってくるのかなっていう。今回はその MR とか弁膜症ある人は除いてマイルドより大きいだから、ね、まあ、モデレート以上の、他の弁膜症に関しては全部除外されてるので、これに関しては単独 AR の評価。聞き逃したかもしれないですけど、死因って何ですか。これはですね、全死亡なので、その死亡死因ごとには分けられてなかったんですよね今回。一般的に言うところの AR で死ぬ人って何で死ぬんですか。心不全で死ぬんですか。 AR だと心不全だと思います、うん、でやっぱ手遅れになってくると左室も落ちてきてたりとかっていう、左室機能とかも落ちてくるので、やっぱりそういうところが一つかなと思います。そうするともうカットオフというか、もうオペに踏み切るラインっていうのは明確に引けると思うんですけど、それはどこですか。死亡っていうところを見るとってことですかね。
だって脂肪につながっちゃうってことですよね。脂肪につながるってなるとカットオフ値、全脂肪だとやはりこういうのは言われて今回は言われてて、で、ESVI これまでの報告あんまりないんですけど、やはりこのいわゆる収縮末期計に関しては20っていうのを過去にも報告されているので、そこは一つカットオフポイントにはなってくるかなと思います。じゃあ今の現行のガイドラインがどういうふうに書き換わる可能性があるということですか。一つあり得るとしたら、ESDI のところが、今25がカットオフなんですけど、そこが20になってきたりだとか、あとはボリュームが追加されるっていう可能性はあるのかなと思います。はい、ありがとうございます。1個前のスライドいいですか。一つ前のスライドに、これ、あ、どっちですか？あ、これですね。あ、これもでも、そうですね。ごめんなさい。オールコードしかないですね。わかりました。そうですね。あとは、オペと。高血圧の関与ってどうですかね。今回2軍では変わりなしですか？ごめんなさい。なんか、去年自分その先天心の完全大血管転移で、高血圧がある人の方がやっぱり AR になりやすくて、ね、高血圧ありなしでは分けられてなくて、あれも48、43差はないですね。そう、この2つには差がないから、あんまりその、そこが大きく関与してるっていうのは考えにくいかな。なるほど。あ、まあ、これはでもあれか、もう悪くなった時点ですね。そう、ESVI で切っただけなので。まあ、ちょっとその悪くなる前のプレディクターというか、まあ、結局は AR が悪くなってから死亡するかどうかっていうところですもんね。そう、もともとベースが、まあ、重症 AR っていうところはあるので、そこに、そこからのスタートではあります。これやっぱり無症候の患者さんに全身麻酔の大手術を進めるのはかなりハードルが高いと思うんですけど、はい、そうすると今後、まあ、60代とかであっても旅をやる可能性っていうのはありますか。ただその旅のまだそのやっぱ60代で ADL がいい人に旅っていうのはちょっとなかなかまだ進めづらいところはあるから、そうなると、もう心不全症状が出てきている患者さんにだけ介入をするっていうのがいいのか、それとももうあらかじめカットオフを決めて、それを超えたらもうオペを強く進めるのがいいのか、どっちになりますか。やはりカットオフ見てから進めていく方がいいんじゃないかなと思います。ただ無症候の段階では無症候の患者さんが多いんじゃないですか。そうですね。で一応これも全部無症候を対象にしてますけど、後々やっぱり悪くなって症状が出てからやるよりは早めからやった方がいいっていうのは話しながらやっていった方がいいんじゃないかなとは思います。それはこちらの都合であって患者さんは嫌がるんじゃないかと思う。嫌がる可能性は十分に。そうするとだから本来はメリットが大きいタイミングを逃していると思うんですけど。そうですね。やっぱ結構、まあ、普段やっぱり症状ない人は手術に踏み切るってなかなか、しかも大手術ですし、だから旅がいいんじゃないかなと思って。ああ、なる。まあでも旅のその後々っていうところがやっぱりわからないっていうところもあるかなとは思うんですけど、長期予後がわからないということを今 AS で調べてる最中だと思うんですけど。そうですね。まあそれがいい結果が出ればだけどっていうところはあるのかなと思います。比較的その便輪が小さくないっていうか切開化とかしてない場合が多いと思うので、はいはい、割と大きなバルブを入れられると思うんで、バルブイン、まあ、タバインタバっていう、まあ、リドゥっていうのも割と現実的かなと思いますし、まあ、10年後に、まあ、オペをやるにしても、まあ、70代っていうことでできるかなとは思うんですけどね。そうですね。どっちが難しいですよね、そこは。なんかそのたまに言われてるのは声帯弁を入れて後々タブインサブっていう方法を取れるっていうところもたまに外科医は考えてたりとかはしますね。ただ、まあ、より若くて症状がより出てない時の
そう。サーバーっていうのが難しいですよね。結構、それは確かにあって、結構外来、外来でも、ね、まあ、私はあらかじめ結構早めに話すようにはしてます。うん、まあ、それこそだって、オペ自体のリスクっていうのも、まあ、それなりにあるわけじゃないですか。そうですね。無症候の患者さんにリスクを取る理由がやっぱりあんまないですよね。うん、それは確かに、もうなんか心不全とかにならないと、多分患者さん自体もなんでってなってし、うん、そこがさっきから言ってるように大きな矛盾というか、非常に、こちら側とのデータと患者さんが必要としてるかどうかっていうのは大きな溝かなと思いますけど、ね、そうですね、それは確かに、やっぱ解決しないと意味がないと思います。そうですね、まあ、無症候で早めに介入した方がいいってデータもあるんですかね。さっきのは優勝、これ全部無症候なので、あ、てかその早めにオペを持っていった方が予後いいっていう、まあ、日本カプランマイヤーさっき出してくれたと思うんですけど、そうです、ね、はい、あれは有症候、あ、全部無症候です。あ、無症候でも一応過去に出てる、うん、報告はここら辺も含めて、そうなんですね、どれか、まあ、これも全部そのあたりを示し、基本的には無患者さんとの相談かなっていうところですけど、カットオフの45は彼らが決めたんですか、それとも、そう、45、ちょっとなんで45なのかっていうところ、私もちょっと読んでたんですけど、そこが分かんなくって、多分この人たちが、うん、けど、うん、まあ、一応これも45あるんですね。そうですね、これ、ここ、出ます、この過去の報告。わかりました。他にフロアの方からいかがですか。柴橋先生とか大丈夫ですか。ありがとうございました。なんかいろいろ議論になって非常に面白かったです。気になってるとか質問は、年齢との相関のところがちょっと分かんなかったんですけど。そうですね。収縮末期K は年齢に全然依存しないのに、収縮末期容量になると年齢と依存するのって。だって なんか見てるものがそんなに大きく違わないにも感じてるんですけど、なんでなんだろうっていう。それは確かに私もちょっと思ったんですよね。結局、まあ、実際普段も囲ってるし、中でそんなになんかその年齢で違い、軽に違いがなくてボリュームに違いがあるんだったら、縦軸っていうか長軸方向の身長なんじゃないですか。うん、長軸の身長。あ、そういうことですか、うん、になってくると思うんですよね。その基本的にはこっちも壁の厚さ云々が関わってくるのであれば、こっちも変わってくるはずだし、だけどボリュームしか変わってこないってなったら、やはり縦方向、新線部までの距離っていうところは一つ関わってくるのかなとは思います。そこを基本的には、まあ、原理としてはそこに違いしかないはずではあると思います。そもそもなんで年齢とわざわざこうやって見たんですかね、この筆者たち、筆者たちとか著者たちは。確かに。まあ確かに。まあただ、予後見ていく上で、やっぱり年齢っていうところが関与するっていうところを見たかったのか。なんか見たら面白かったから、思わず載せちゃったんじゃない。そう、そういうことです。それはあるかもしれない。まあなんか、いろんなパラメータ比較していく中で、年齢も見てみようかなってしたのか、サプリメンタルだったので。サプリなんだ。あ、わかりました。ありがとうございます。サプリだったんですよ。あ、なるほど、なるほど。ありがとうございました。まあ、そろそろお時間になりましたので、今日の MBQ または C、よろしくお願いします。今回は、ちょっとあまりあれですけど、十条先生の、その無症候に本当にどうなのかっていうところは、今後のやっぱり課題になってくるところだと思うので、十条先生。ありがとうございました。まあ、今日は本院の吉田先生より AR の、手術に踏み切るときのカットオフを、LV の、まあそうですね、ディメンジョンとボリュームを特に意識して、まあ、どちらも併用してやった方がやっぱりより正確な指標になって、まあ、無症候の患者さんに進めるときにも、より、ちゃんと精査をすると、でその結果を踏まえて、まあ、相談していくということで、まあ、最後に柴橋先生の方からも、まあ、年齢を関与したときにボリュームとディメンジョンでどう変わるのか、ディメンジョン変わらないということで、まあ、最後に示していた GLS とかもやっぱり長軸方向の動きを見ているので、そういうのも今後有用になってくるのかもしれません。それでは皆様、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。